新興国通貨のトップバッターはメキシコペソ円でございます。 こちらはね、クロス円全体的に下げておりまして、メキシコペソの方も同様に下げていましたが、一応ね、こちら、昨日の段階で下げ止まった、ちょうど5.45ぐらいでサポートが入りますよというのはね、昨日の動画解説でもお話をしておりましたが、なんとかね、今回も、まあ、ドンピシャとは言わず、この5.45付近ですね、しっかりと2回ね、ダブルボトムをつけまして、なんとか戻って、今は5.55、5.50を超えてきたというところです。 でまあ一度ね面目は保つことができたかなというところでございます。これを一週間の時間軸の六十分足でご覧いただきますと、まあ五点六を超えていた週の初めでございますが。 クロス円全体ね、今週は非常に円高が進んだ。そういったところで5.6でレジスタンスを下って下落。5.55でも上抜けできずに下落。そして5.50は一直線で落ちていって、一気にね、今までのロングを取りましょうというね、5.45まで落ちてきまして、なんとか反発が入って、移動平均線24も上抜けできたというところでね、まあ一旦は5.45付近で取れた方はですね、同値撤退で置いときながら、もう少しね、見守ることができるかな という状況になってきましたそして、今後のトレードポイントに関しましては、また待つのも相場というところですね、冷やしチャートを切り替えていきますと、今までね、過去の動画、今週言い続けておりました5.45ですね、過去のレジスタンスラインとサポートラインが集中しているところ、ここでね、なんとか長い下ひげをつけて反発してくれましたので、まあ、一旦はねこちら、サポートが入ったというところでございます。 まあかねてから5.45から5.4ですね。こういった過去のレジサポ、そしてここはサポートというところがね入っているところで反発しやすいというところで今反発しておりますので、まあ、このまま待っていただく。そしてね、またチャンスがあるとすれば、今の段階ですとね、まだわかりませんが、引き続き5.45から5.4、こういったところでロングを取るようなチャンスがあったところのみ入っていくという考え方でよろしいかと思います。 何度も申し上げておりますけどね例えばメキシコペソや南アフリカランド特有のリスク要因が出てその材料で下げてしまった場合は買ってはいけないかなと思うんですが。 今週に関しては全体的に円高の地合いでございましたので、まあ、そういった形全体で下げているところで下がって、ね、明確なサポートライン付近まで落ちてきたところではロングが取れるかなということで5.45になりましたので、まあ、引き続き、ね、同じような状況で5.45から5.4こういったところではサポートが入りやすいラインでございますのでぜひこの辺りまで待っていただくのが新たにロングを取る方の考え方かなと思いますので皆さんも合わせて、ね、一つの意見として参考にしていただければ 以上で、ね、メキシコペソ園の解説を終わりまして続いて南アフリカランド園、えー、こちらの解説に入っていきましょう、はいえー、ランド園の方は、ね、今までは7.7円からロングを取っていきましょうそして0.1円刻み7.6や7.5、えー、そういったところで、ねえー、追加で買うことを検討しましょうというお話をさせていただきました 今回はね、7.7円は昨日の動画解説のタイミングですでに割り込んでいたんですが、なんとか7.6円で、ね、下げ止まって、一旦は反発して、つい先ほど7.7円にね、1日ぶりに戻ってきたというところでございます。まあ、やっぱりね、ある程度のところで待っていれば戻りやすいというところで、高値で勝負する必要はないんですが、7.7円よりか下側でね、しっかりロングを組んでいく、こういったところは引き続き守っていただければというところでございます。 そして60分足ですね、こちらご覧いただきましても、今まではね、7.7から7.8のレンジでございましたが、こちら、今週は円高が進みましたので、一旦七点7.7円でサポート入ったものの、一気に割り込んだときにはね、焦った方もいらっしゃるかもしれませんが、その1段階下の7.6でサポートが入って、一旦は戻ってきているというところでございます。 まあこういった考えで引き続き、ね、やっていきたいと思いますのでランドの方も冷やしチャートに変えていただきまして引き続きこの7.7円からですね下側の0.1円刻みでロングを取るような準備今は7.7円の下側でございますので次はやっぱり7.6そして7.57.47.3ぐらいまでねこちらは 普段んの、ね、トレードに関しては、難品と言いますか、追加購入は進めていないんですが、まあ、中長期で考える新興国通貨はこういったところで、もちろんレバレッジ、証拠金、維持率には気をつけていただきながらでございますが、ロングを取っていくところはした方向でというところでございます。 よって今は7.6で待ちつつ、7.5、7.4、7.3で買っていくんですが、こういった0.1円刻みね、ね過去のところを見ていただきますと、7.6円はここでレジスタンスを受けているところもありますし、7.5円はサポートを受けている、そして7.4はレジスタンス、7.3は結構厚めのレジサポが入っているということで、この0.1円刻みでは非常にサポレジが入りやすいというところでございます。 よって7.7円を割り込んでいる今、新規で、ね、ロングを取ろうという方は7.6円、ここで待ち構えるとともに7.5や7.4、7.3でも、ね、買い増しができるようなレバレッジでね、初回はレバーをかけないぐらいでもよろしいかと思いますので、まあ、そういったところを気長に待つ相場という形でございますので、安、ま、易、あ、あに、ね、この7.7円を超えたところでロングは取らなくて、しっかりと全体の地合いが悪いところで拾っていくというところで、ね、意識していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 はい、以上でね、南アフリカランド円の解説を終わりまして、最後にトルコリライン、この解説で締めていきたいと思います。はい、トルコリラインでございますが、こちらの方はあまり動いておりません。まあ、そもそもね、今回の円高のところもそこまで進んでおりませんでしたので、まあ、下げがなければ上げも限定的というところでございます。 1>, 1日の動きを見てみますとね、12.70から下は12.55。 これアスクデートで見ていただきますとね、まあ、一瞬ね、この12.6を割ったということで、まあ、ほぼほぼね、10ピプスちょっとというような動きで、まあ、そこまでね大きな下落はないというところと、1週間の時間軸、これは60分足の平均足を示しておりますが、こちらの方でもじりじりとね下がっておりますが、ただね、値幅的には週の初めは12.85、そして下の方でもね、12.55をつけてはいないというところでございますね。 こういったところ30ピプスも動いていないということでね、こう動きでございます。引き続き、そして繰り返しとなりますが。 トルコリラに関しては、冷やしチャートでいい部分でロングを取るタイミングを見ていく。具体的には13円で今はこちら、レジスタンスですね。直近上髭でレジスタンスを食らっているところ、そしてボリンジャーバンド2シグマですね。期間は24を使っておりますが、ここで塞がれておりますが、大きくプラスの材料が出てきまして、13円を超えて、前回とは違って、しっかりと13円の上側で平均足が陰線から陽線になる。まあこれだとね ここは取れませんが、胴体の部分、身の部分をねしっかり取っていくということで、大きく吹き上げて13円の上側でサポートが入ったらロングを取っていく。これをえ1つね、いいパターンのトルコリラのロング取りというところでね考えていただきつつ、週足をご覧いただきますと、悪いパターンのロングの取り方でございます。まあ悪いパターンのロングの取り方といいますか、こういったときでもロングが取れますよというところですが、トルコリラが史上最安値であります、去年の11月の12円ですね。こちらを割り込ん だところでは、一気にね、ロンガーの方々が強制ロスカット、そしてね、もしくは分投げるということでね、えー、まあ、損失覚悟で切ってしまうという方が多くなって、まあ、12円割り込みますと、オーバーシュートという現象が起きてね、一気にズドンと下げるところがあろうかと思いますので、まあ、そういった可能性ね、まあ、あるかどうかはもちろんわからないところでございますが、まあ、それまでは手を出さずに、しっかりとね、ストーンと落ちたところで、えーまあ、ロンガーが投げているときに、えー、えー 新たにね、このロングは仕込んでいくというところがね、必要になろうかと思いますんで、まあ、あまり大きな動きがない時にですね、仕込むんではなくて、ボラが大きくて、パニック売りになったところ、そのパニックのところね、バド場泥棒ではないですけど、ちょっとずつね、拾っていく、レバーをかけずに、レバーを、まあ、ある程度抑えてというところでございますが、悪いパターンは12円を割り込んだところのオーバーシュートを拾っていく、こういった考え方でよろしいかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。 はいえー、以上でね、えー、新広告通貨3ペア3通貨の解説を以上といたします。えー、今日もね、21時から YouTube ライブ金曜日でね、えー、始めていきますが、お時間ある方、最新の相場感を共有されたい方、ご質問がある方ね、えー、ご参加の方お待ちしております、えー。それでは1週間お仕事とトレードお疲れ様でございました。えー、またね、お時間ある方、21時からの YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。